それではですね、ブータループをぶっ壊す、まあ、破壊プログラムですね、運動編初期、こちらやっていきたいと思います。で、先ほど説明したように3点ですね、呼吸と姿勢、そして脱力、この3つを意識しながら、初めに、やるメニューの説明をします。で、やるメニューは全部で8つやります。で、そのメニューの説明が終わった後に、実際流れ通して30秒トレーニングして15秒休んでっていうのを8回やって、1つ体幹トレーニングとしてのメニューはおしまいという形になりますので、まずこれは体幹トレーニング、そして全部でメニューは、体幹トレーニングが2つ、そして上半身、下半身、さらに腹筋という形で、5つに分かれてやっていきますので、まず体幹トレーニングしっかりやっちゃいましょう。でですね、最初は四つ這いになります。この状態で肩の真下に手が来るような感じですね。で、肩がどうしても痛くなる方は自分の体の近くに、で股関節の真下に膝を持ってきます。この時に指先に力を入れない、脱力ですね、しっかり。で、ボックスを作るような形で姿勢を作ります。で、このまま足は立てない、ダランとしていただいて、この時に鼻で息を吸って口から吐いて、おへそをぐーっと背骨の方に寄せていきます。まずこれが基本姿勢になります。お腹がこう前に行ったりとかしないように、少しお尻でっちりのようなイメージでやっていきましょう。で、この状態で手をですね、上げていきます。これで30秒キープします。上げた際に体がずれないようにこのまま上げる。で、肩のライン、耳の高さぐらいまでしっかり上げていきます。頭は下を向かないように、ちょっと斜め45度ぐらいを見るような目線の角度がいいと思います。目線を上げてあげると首の位置がまっすぐなります。で、反対をやります。これで2つ。で、次はですね、手と足をタッチします。この状態で肘と左手と右足をまず伸ばします。で、この伸ばした時に腰がこう反らないように気をつけましょう。この状態のまま伸ばしてタッチ、伸ばす、タッチ、伸ばす。この時に肘が曲がらないようにしっかりグッと押して、この押してる肩に力入ってしまう方は少し自分の近くに持ってきていただいて、タッチして伸ばすというのを続けます。で、反対も同じようにやっていきます。これで4つですね。で、次は手をついていただいて、今度は足を噛みます。で、この噛んだ状態で膝を少しアップします。で、同じようにボックスを作る。で、この時に、結構多いパターンなんですね、ももの前がきつくなる。それはですね、こういう形で背中が丸まってしまって、つま先にすごく体重がかかっているパターンですね、ではなくて、最初の姿勢から床から膝を離すだけです。はい、指先全体で支えながらキープします。これが5個目。で、次がですね、肘をついていただいて足を伸ばしてこのままキープします。このままキープですね。これは6個目になります。で、今のが、下向きのバージョン。今度は上向きですね。背中をちょっと意識してください。両足肩幅ぐらいに開いていただいて、手をですね、つま先かかと向きにしてこのような感じで、このままお腹を上げてぐーっと背中をまっすぐして、今度は下側にボックスを作ります。さっきと逆ですね。で、この状態でキープします。上に向きすぎると首が痛くなるので、体まっすぐで、つま先が上がらないように足裏全体でキープして、背中とお尻、そしてお腹で体を維持します。はい、で、これ7個目で、8個目がこの状態で体を上
上げます。このままグッと背中で押す感じですね。手でグッと押すというよりも地面を手のひらで全体でですね押し、そうすることで背中で力が入ります。で足でグッと踏ん張らないようにこのまま支点を使ってやっていきます。ここが下がらないようにお尻でしっかりと上げる、後ろの面を使って、これの計8つやっていきましょう。ではちょっと流して実際やってみますのでちょっと見ててくださいね。一緒にやってみましょう。いきますよ。まずこの状態でアップで、アップしながら鼻で息を吸って口から吐いて、鼻で吸って口から吐いて、鼻で吸って口から吐いて、鼻で吸って口から吐いて、はい、OK、 戻しましょう。では15秒休憩してから今度は逆ですね、反対の手を上げていきます。体がぶれないように体の軸を作っていくトレーニングですね。はい、いきましょう。スタート。上げたままキープ、耳と同じラインでキープしましょう。背中で上げるイメージ、そしてお腹で体軸をキープします。手では力を抜いて、3、2、1、はい、戻しましょう。 OK、 次は手と足を伸ばして膝と肘をタッチします。ここに行きましょう。2、1、スタート。伸ばしてタッチして伸ばす、腰を反らないように伸ばす、鼻で吸って口から吐いて、吐くの方が動きが取れるのでしっかりここで伸ばす、しっかり止める、スピードじゃなくてしっかりタッチして伸ばす、タッチして伸ばす、タッチして伸ばす、3、2、1、 OK。 今度反対いきましょう。右手と左足を伸ばしていきましょう。この15秒はしっかり休憩してください。いきましょう。スタート。タッチ伸ばす、タッチ伸ばす、吸って吐いて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 、1、1、3、2、1、はい、 OK、 OK です。で次は、この四つ這いの状態で膝を地面から離します。今度は足を噛んで OK なんでしっかりですねやっていきましょう。肩は前に、手は前にしてしまうと肩に力入ってしまうので気をつけていきます。キープして腰に引いてキープしましょう。鼻で息吸って口から吐いて、下を向かないようにこのままキープ、3、2、1、はい、 OK。 では次は肘をついて足を伸ばして、このまま体を浮かせましょう。このままキープですよ。レディースタート。お腹が下がらないようにまっすぐして、腰が痛い場合は膝を、膝つきでも OK です。鼻で吸って口から吐いて、しっかりキープしていきましょう。ふーっと息をして、3、2、1、
はい、OK。 で、腰が痛い方は膝をちょっと多めにして、この状態でキープでも OK です。では次は上向きになりましょう。このまま上げていきましょう。3、2、1、はい、スタート。足にはしっかり足裏全体をつけてぐっと伸ばしていきます。首を後ろに下げすぎないように、肩のこう力入れない、このまま背中を意識してお尻を上げる。体が一直線、肩と膝が平行になるように、地面と平行になるようにやっていきましょう。3、2、1、はい、下ろします。では次は足を伸ばして最後やっていきましょう。ラストですよ。お尻が遠くならないように手を置いていきましょう。3、2、1、はい、スタート。三角形を作ります。ぐっと上げてキープします。呼吸を止めない。3、2、1、はい、 OK。 体幹トレーニングはですね、体の軸を作るトレーニングでして、一番奥深くの筋肉を刺激するトレーニングになりますので、まあ普段使ってない筋肉を目覚めさせてあげて、中から引き締めてあげるボディを作っていきましょう。では次はですね、ウエスト、股関節内側のこのたるみやすい筋肉を鍛えるトレーニングの動画を上げてきますので、次回もよろしくお願いします。